はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。というわけで今日は実況プレイでも先行プレイの動画でもないんですが、コールオブデューティーでちょっとすごくね大きい発表があったので、紹介したいと思います。9月14日の、今日ですね、コールオブデューティーリーグから、プロリーグの方からですね、2021年来年の、リーグについての発表がありました。来年のそのプロリーグの方は PC にコントローラーパッドをつないでの開催という発表がねありました。まあ、ついに、コンソール機から PC に、移るという発表ですね。まあ、実はねこれは結構前から、まあ、噂はずっとされてたんですよ。というかモダンオーフェアシーズンから e スポーツの方はそのプロリーグの方は、まあ、PC にコントローラーつないでやるんじゃないかっていうね発表は来そうだなっていうのは噂はあったんですよね。まあざっとこの発表された記事を読んでいこうと思うんですが、プラットフォームトランジションズ、まあプラットフォームの移行ですね。まあざっと簡単にまとめると、まあ2000リーグは2021年のシーズンから、プロチームの試合全試合を PC プラスコントローラーに移行することを発表しましたと。で次に書かれているのは、まあそのプレイヤー側は、まあ、自分に最適なコントローラーを選択することが可能となりみたいなことが書かれているんですけど、まあつまり、まあ、PS4 ではなくなったので、いわゆる PS4 以外のまあ、PC で使えるコントローラー、まあ、Xbox だったりも選択肢に入ってくるよっていうことですね。まあ、これは、まあ、海外プレイヤー特に Xbox のね、360とか、箱ワンのコントローラーもすごい、やっぱり好きな人が多いので、まあ、それを使う人もかなり増えてくるんじゃないかなという感じですね。で、次に、その Call of Duty Challengers Goes Crossplay って書かれてますが、まあ、その Challengers っていうのは、まあ、アマチュア部門の方ですね。まあ、日本とかだと今までも、その日本大会で勝った人が、Challengers の世界大会現地に行って、まあ、プレイをしていましたが、そちらクロスプレイ対応ってなってるので、まあ、Call of Duty のその、まあ、歴史上初めてコンソールと PC の両方でお好きなプラットフォームでオンライン対戦が、まあ、いわゆるアマチュアのそのチャレンジャーズの予選クロスプレイ対戦になりますっていう。これはどうなんでしょうね。コンソール PC どっちでもいいですよという発表ですね。まあ正直、まあ、PS5はかなりもちろん性能も上がってますし、まあ 120Hz だっけ FPS もかなり上がるみたいな発表あったので、まあ PC と比べて全然性能的には近くなってはいるのかなとは思うんですけど、でもやっぱり PC の方がね、いい PC 組んだらね、多分そのパフォーマンス的には絶対そちらの方が強いと思うので、これはどうなんでしょうね。競技シーンで本気でやりたい人は、まあ PC をまあ自作で組むなりしていい PC を用意しないといけないかなっていう。で次に、まあプレイヤーはコントローラーを使用してくださいと。まあマウスキーボードではダメですと。まあ当たり前ですね。でまあそのアマチュアの方も、ランチャレンジャーズイベントで、まあオフライン大会ですね、オフライン大会の方はすべて PC で、プレイしますと。まあ発表はまあまとめるとこんな感じですかね。まあ詳細はまた数週間後に発表していく予定ですと。まあまずメリットからですね、まあ、メリットはまあもちろんいい PC でコントローラーでプレイした場合、高いフレームレートが、あと解像度、そしてコントローラーの遅延がないんですよね、PC 版だと。やっぱ PS4 版ね、かなり遅延あるんですよ、すごい。で、今までのそのプライン大会でも、海外勢はその PS4 でのコントローラーの遅延を、まあ少しでも和らげるために、クロノスマックスとか、あと、バトルビーバーが出してる何でしたっけあれ、e スポーツスティックみたいな、まあ、いわゆるちょっと一種のコンバーター的なのを返して、コントローラーの遅延をかなり少なくしてみんなプレイしてたんですよね。まあ PC だとそれがないよと。まあ僕も最近ね、PC、友人に組んでもらって、ウォーゾーンを PC 版でプレイしてるんですけど、マジでこれはね、別次元なんですよね、本当に。コントローラーの遅延のなさとフレームレートの高さで、もうほんと別ゲーをやってるぐらいの感じですよ。なので、そのパフォーマンス、選手側のパフォーマンス的にはかなり嬉しいニュースだと思うんですよね。そして、そのラン大会、まあオフライン大会を開催する上でも、やっぱり PS4 だと、やっぱ PS4 とかまあ、だとね、準備が大変だったみたいなんですね、その現場の人の話を聞くと。っていうのも、まあ、PC だったら他のゲームでも使えるじゃないですか。例えばオーバーウォッチなり、
まあ、バロラントなり他のゲームがそのオフライン会場で開催されても全部同じ PC で使えるからっていうメリットがあるんですけど、まあ、現状コンソール PS4 で開催されてたオフライン大会はもう COD ぐらいしかなかったので、まあ、COD のためだけの PS4 を用意しないといけない状態だったので、まあ、そのオフライン大会を開催している人たちからしたら結構やっぱ大変、費用がさらに重なっちゃって、デメリットはもうこれは主に日本ですよね。日本はやっぱりプレイステーションソニーさんが大会をね COD は開いてくれて今までがあるので、オフライン大会、まあ世界大会に行けるようになったのもソニーさんのおかげですし、ただそれが、世界と同じように PC でっていうのは正直どうなるのかな、多分日本だと、コンソールでプレイすることになるんじゃないかなっていう印象ですよね、今のところは。それと、まあ、やっぱ若い学生の人たちからしたら PC、まあ、20-30万で組むのは結構大変ですよねっていう費用の、ね、のデメリット。まあ、おそらく日本ではコンソールになって世界では PC コントローラーになっていくのかな。まあ、本当にこれは来年になってみないとわからないですね。まあ、もしかしたらソニーさんがオフラインでは、まあ、その PC 用意のコントローラーにするかもしれませんし、もう何とも言えませんね。まあ、結論、このコールオブデューティーリーグさんのこの発表、PC コントローラーに移行しますっていうのは、まあ、選手たちのことを思って、選手たちのパフォーマンス向上を思っての、発表だと思います。まあ、コンソール機の FPS、e スポーツ FPS っていうのは、まあ、ヘイローとか、COD とか、ギアスとか、今までね、こう、まあ、約10年近く続いてきましたけど、やっぱりゲーム機と、まあ、PC、特に PC とゲームソフトの進化がやっぱどんどん上がってきて、まあ、高フレームレートで、まあ、遅延もなくてっていう昔にはない性能が出せるようになってきたので、まあ、選手陣からすると、まあ、高スペックな、いい環境で競技シーンができるっていうのは、まあ、すごく嬉しいことだと思うんですよね。まあ、海外のプロ選手たちがより化けるというか、レベル、プレイのレベルも上がってくると思うので、まあ、そこは非常に楽しみでありますね。まあ、ぜひぜひ皆さんもコメント欄で意見の方を聞かせてください。またこういう風に面白い COD の情報があったら動画にしていきたいと思います。皆さんよかったら高評価とお願いします。先行プレイの再生リストはまとめて、エンディングの方に置いてあるので、よかったら見てない方はぜひ見てください。お疲れ様です。